さて、表の工場前の鉄工場と銅工場の前なんですけども、それぞれラージチェストっていうんですかね、大型貯蔵庫を、1個手前に3つずつね、増やしました。それぞれ3つずつ増やして、より多くのアイテムをスタックできるようにしました。フェーズ4の完了のアイテムに、の材料としてめちゃめちゃ本当に大量の数使うんで、大量支出に備えられるように、まずは貯蔵庫をね、増やしております。こんな感じで、動画も同じように、3つずつ増やしている次第です。はい。で、今ケーブル引っ張ってるんですけど、奥でね、工場前の空き地とかで、それぞれ部品をね、部品を作ってるみたいな、今そんなような状態になっています。あと無線制御ユニットだね、を作ってます。さあ、工場内でも、溶融補充モジュラーフレームや電磁制御棒、そして AI リミッター、高速コネクタを、生産しています。ここの方がアクセスしやすかったので、パパッと作って、一時的なものとして使っていく予定です。で、流体っていうんですかね。このパイプを使ったものは、水とかで、使ったものは、ちょっと奥の方に設置してまして、こちらの奥の方では硫黄を引っ張ってきて、硫黄と水かな？を引っ張ってきて、硫酸を作って、硫酸アルミの溶液からバッテリーを作っています。はい。このバッテリーも部品のための部品のための部品ですね。そんな感じで、モンハンしてるような感じにもなってきましたが、着々と準備は整っていっております。さあ、工場の内部におります。こちらですね。バッテリーが結構な数出来上がって、電磁制御棒もですね、指定数、出来上がりました。で、もともと多目的フレームだっけ？フレームワークか。これはもともと作るラインがあるので、早速磁界発生装置の方を作り始めました。それぞれ多目的フレームワークが1万個、電磁制御棒が4000個、バッテリーが2万個必要で、そこから磁界発生装置が4000個作成できるという計算になっています。はい。それぞれ材料を集め終えているので、あとは着々と磁界発生装置の出来上がりを待つのみと、なります。ようやくフェーズ4の方、部品の一つがね、完了しそうですね。あとは、時間が、ここは解決します。はい。拠点からちょっと北東にかなり離れた場所に今おります。画面の南側っていうんですかね、島の南側が、工場とかがある、僕の拠点と思っている場所なんですけれども、そこからさらに北東に行った場所にいます。粒子拡速器を使うときに、1500メガワット、めちゃめちゃすごい量の電力を消費するっていうことが、分かりまして、250から1500メガワットって書いてありますよね。それを使うためにはちょっと電力が足りないということで、この今指し示しているハブの、拠点のね、周りあたりからこう北東に来たこの場所に、ラインをつないで、こちらで電力を供給していこうかなと思ってます。硫黄と石油、そして石炭かの、3つの、リソースがあって、ここで、ターボ燃料を作り、そこのターボ燃料を使って、燃料発電機を回して、電力を作成するといった、エリアをちょっとここに作ろうと思ってます。てか作り始めてます。一旦、第1階層かな？はできてますね。1階層目だけ、できております。で、硫黄と石炭はそれぞれ中純度の鉱脈で、炭鉱機 Mark3 を活用することで、今合計600かな？毎分600出てると思います。シャドウ3つ使ってね、オーバークロックして、最大まで引っ張ってきてます。通常だと240。炭鉱機 Mark3 なので240。そこから、2.5倍ですね。の600。シャードのおかげで600、毎分600石炭と毎分600硫黄を引っ張ってくることができております。で、その石炭と硫黄を混ぜ合わせることで圧縮石炭というアイテムを作ることができまして、圧縮石炭ともう一つのものを組み合わせるとターボ燃料ができます。それがここのラインですね。石炭と硫黄を混ぜて圧縮石炭を作ると、そういったラインがここにはできております。はい、ずらーっとこんな感じで並んでるわけですね。で、下の方には石油の鉱脈って言っていいのか分かりませんが、油田が3箇所あります。中純度が2箇所、高純度が1箇所ありまして、それぞれ高純度のところは240平方メートル、立方メートルの原油を取ることができて、シャード3つで、600、オーバークロックして600まで、
増やしてます。で、中準度はその半分なので、中準度2箇所でそれぞれ300ずつ、生成していて、302つと601つ合わせて、1200立方メートルの石油を上に、原油を上に運んできて、そこから、変換しているといった次第です。で、運んできた原油はこのような形で生成器に移しています。そこで燃料と合成樹脂の2つの、素材にクラフトっていうんですかね、変換しています。燃料は、先ほどちょっと話題に出たターボ燃料の材料として必要で、燃料と、圧縮石炭をつく、あの、使う、混ぜるとターボ燃料になるんですけれども、その時に余った合成樹脂、こちらはオーソムシンクの方で処理して、ポイントに変えています。まあ、ゴミ捨てみたいな、まあ、イメージですね。で、作った燃料がこんな形でパイプを伝ってずーっと来て、もう一個の生成器の列に移ってきます。で、ここには圧縮石炭も同様に来て、ここで燃料と圧縮石炭からターボ燃料を作成しています。で、作ったターボ燃料はまたパイプで輸送してきて、最後ですね、燃料発電機で電力に変えていくと。毎分 4.5 立方メートルしか消費しないので、かなりお得な燃料ですね。お得でかなり発電がやりやすい燃料になってます。そこまでの過程がちょっと大変ではあるんですけども、言ってそれでも3列追加するぐらいなので、そんなに大した労力ではないですね。で、ここでは燃料発電機残り163個かな、必要なので、このまま土地を広げてね、どんどんこう、ダーッと並べていく予定でおりますので、ちょっと一旦その作業をしていこうかなと思います。燃料発電機残り4つ設置で完成ということで、発電所完成しました。ターボ燃料発電所ですね、完成しました。結局スペースが足らなくて1階と2階に分けて、今この2階にいる状態です。合計164機か5機か6機かぐらいを並べてます。164機並べてます。だいたい1列、20機ぐらい並んでいますね。ただ、気分しか今動いてないです。というのも、原油中準度2つと高純度1つから引っ張ってこれる原油量だと 133.3 基が限界なんですよね。なんで残りは他の場所から石油を引っ張ってきて、電力を発電していこうと思ってます。まあ、ここはちょっとまた後ほどというか、後々やれればっていうぐらいにしておきます。電力足りなかったらね、考えますということで、フェーズ4の加入に向けて再度出発です。はい、拠点の工場に戻ってきました。今組み立て式システムと熱推進型ロケットの作成を始めています。組み立て式システムはここですね。組み立て機14台で回していって、今作っていっている途中ところで、熱推進型ロケットに関してはこちらですね、製造機3つで作っています。材料はまあもう完全に集まった状態なので、あとはもうピストン輸送でこうバーッと前から後ろへこうダーッとこうね、クラフトしていくだけの状態にはなっているので、まあ、あとはただただ時間を待つのみになっております。で、その間に原子核パスタを作るために必要な粒子加速器を作るために必要なアイテムをちょっと集めながら、これからやっていきたいと思います。はい。では、粒子加速器のね、材料はやっと揃ったので、こちら設置していきたいと思います。クソでかいな。こんな感じかな。うん、そうだね。1台目。これ5台横一列にできるんか、ちょっと怪しいぞ。3台ぐらいでパンパンになりそう。1、3台。ガチで3台だ。あ、3。ここでいいか。4、5と。粒子加速器では核パスタを作りたいですと。こちらですね。銅粉と圧力変換キューブから核パスタを作るというものを作っていきたいので、こいつに分岐器でね、物を運んでいってあげたいんですが、こんな感じでつなげてあげて、こう引っ張ってあげると。こうすることで、こいつに電力がいってないので、よいしょ、こんな感じで銅粉とか、注入されていって核パスタを作ってくれますと。ここまでの流れはこんな感じだね。どんな感じで動くんだろうな。200溜まった時にどういう稼働になるか気になりますね。今一応電力的にはどのくらい余ってるんだろう。1万ワットぐらい余ってるから、かなり余裕があるんだよね。なんで、クロックスピード上げちゃおう。マックス1500なのかな。あ、でも全然食わないね。あ、でもどんどん上がっていってる。あれか、ぐるぐる回って、回れば回るほど消費電力が増えてくんだ、多分。それによって何かアイテムができるみたいな感じなんだね。面白いね。できた。まだか。もうすぐできそうって感じだ。あ、これ、終わりに行くにつれて、どんどん必要な消費ワット数が増えるんだね。それがマックス1500ワットってことなんだ。どうなって出てくるの？これ、間入ってもいいよね。入っちゃったけど。もう出来上がりそうだよ。
1秒に 1% 上がるぐらいかな。おお、減速し始めた。これ で作成完了できた。これで各パスタができるんだ。なるほどね、面白いね、こんな風なんだね。よし、これで粒子加速器が5台フル稼働する手はずです。まあ奥の2台は多分まだ銅粉かな、銅粉がまだ運ばれてないのでそこ待ちにはなりますが、はい、こんな感じで作成していきましょう。あとは出来上がったものを運んでいくだけですね。こんな感じで各パスタを作っていきます。はい、とりあえずこれで、原子核パスタ、合計1000個目指して、まあ、あと待つだけの状態になってます。材料は銅粉20万個と、圧力変換キューブ1000個が材料になってますといった感じで、あとは待機ですね。ただいま最後のフェーズ4の完了に必要な部品である組み立て式システムの作成待機中なんですけども、この作成に必要な自立制御ユニットの数が不足してしまって、ちょっと今ラインをね、もともとこの産業貯蔵コンテナ、ここに毎分1個かな、流れ着いてくるんで、それをこう流、このなんだ、組み立て機に流して作ってたんですけども、それじゃ足らないのでっていうので、新たにベルトコンベアを伸ばして、作り始めました。自立制御ユニットを。で、まあ材料の回路基板、ヘビーモジュラーフレーム、コンピューターの3点に関しては、もうすでに自動化なされていて、まあそこの、倉庫から、引っ張ってきてます。でもう一つの自動ワイヤー、最後の材料の一つである自動ワイヤーの方が全然作ってなかったので、ちょっとこちらをね、こう組み立て機で作って持ってくるという工程を踏んでます。まあ、そこでは固定紙とケーブル、固定紙はこちらも倉庫から引っ張ってきたもの、ケーブルに関しては外の工場から引っ張ってきたものを工場の一番奥のチェストに保存してるんですけども、そこからこうケーブルを引っ張ってきて材料としているといった感じになってます。もうすでに組み立て式システム上の方に2400個運んであるので残り1600個かな。材料的にはあと750個ぐらい作り終えれば、フェーズ4の部品か集まるので、ちょっとそこを待っていきたいかなと思います。はい。そんな感じで、ちょっと今組み立て式システムのところで苦戦しているよという報告でした。なかなか大変だね。さあ、でもこれ終われば逆に最後なのでね。もうあと一息ということで、まあ頑張って待っていきましょう。はい、工場の2階にやってまいりました。3階屋上にやってまいりました。ついに軌道エレベーターのフェーズ4の完了に必要な資材が揃いました。こんな感じですね。中身がね出てるんですけど、やっと集まった。じゃあ早速入れていきましょうか。まずは組み立て式システムから入れていきます。3150で、さあこれで組み立て式システム4000入れ終わりましたね。完了です。続いて各パスタドンと、各パスタ1000納入、納品完了。続いて熱推進型ロケットね、ドンと、熱推進型ロケットも1000ですね。こちらも納品完了です。最後に、磁界発生装置、こちらは4000入れていきます。よいしょ。ということでこれでね、最終フェーズの惑星従業員を解放するための MIP 完了しましたので、シールして送っていきましょう。行くぞガチャリ。どうだ、レッツゴー。ういー、行ったね。ついにやっと行きましたよ。さあこれでね、早期アクセスでは利用できませんということで、すべてのなんだ、納品、フェーズ4までの納品が完了しました。これ以降は特にやることはおそらく今のところ用意されてないと思うので、私の方でやれるサシスファクトリーはここまでかなと思います。マイルストーンももちろんもうすべてやりきってますし、先ほどのフェーズ4送ったら、まあ何も来なかったね。なんか最後メッセージ来るかなと思ったんですけど、あ、帰ってきた。なんかメッセージあるかなと思ったんですけど、特にメッセージともなくって感じでしたね。はい、そんな感じで、無事フェーズ4まで完了したので、今回のサティスファクトリーゲーム実況はこれで終わりにしようかなと思います。一応、サティスファクトリー早期アクセスですね。現在今2023年の5月末なんですけども、その時点で早期アクセス中なので、まあ、今後ね、アップデートでどんどんまたこのフェーズ5とか、どんどん追加されてくることかと思います。まあ、どこまでが行くかわかりませんがね。マイルストーンの方も、どんどんこう増えていって、
新たなね、設備等が、また新たな素材とかがもしかしたら出てくるかもしれません。はい、その辺を楽しみにして、サティスファクトリーは今後はやっていく感じになるかなと思います。はい、ということで、今回はこれにて、サティスファクトリー実況完了でございます。ここまで長らくありがとうございました。はい、個人的に結構好きだったのが、サティスファクトリー、作った施設を解体するときに、材料がね、結構多分動画内でもちょくちょく言ってたと思うんですけど、材料が全て返ってくるっていうところが本当に個人的にはすごい助かりましたね。あれがあるからこう、ちょっとこういう作りに変えてみようかっていう、ちょっと改変とか、やっぱやめるっていうのをやりやすくて、まあ、やっぱ試行錯誤をやりやすかったんですよね。やっぱ材料がね、減っちゃうと、試行錯誤、いやーでもちょっと材料集めるのめんどくさいしなーみたいな感じで、めんどくさがってやらなくなっちゃうので、そこがね、全部返ってくるから、じゃあやっぱりここは削って、こういう風に機構を変えようみたいな感じで、まあ、どんどん改良していけたのが、良かったポイントじゃないかなと思います。はい。で、どんどんね、技術が進め進むほど、やりやすくなって、電力が最初はね、葉っぱから燃やして、手作業でもう燃やして、電力を供給していたのに、もう今ではね、もうフルオートで、水や石炭、また硫黄などから、燃料を作って、まあ、電力を作って、まあ、無限に供給できるようなシステムにできましたね。はい。で、結局、電力めちゃめちゃ今余裕ありまして、こんな感じかな ?1 万5000近く作ってるんですけど、使ってる量が3000とかなんで、1万2000。まあ、5分の1 ?20% ぐらいしか使ってないんですよね、まだ。なんで、今後また施設が増えていっても、全然電力的には頼る量かなと思います。はい、そんな感じで。まだね、ただね、サティスファクトリーやれてない要素は結構あるんだよね。ドローンの運搬とか、核を扱う原子力発電所とかね。あと、電車か。輸送関係のドローンとか、電車電気機関車ですか。この辺が全然触れてないので、この辺もやってみるときっと楽しいと思うんでね。ちょっと気になる人はぜひやってみてください。地熱発電機なんかも今回は使ってないかな。はい。今回燃料発電機と石炭発電機でほぼ賄っちゃいましたね。はい。そんな感じで、まだまだやれることはたくさんありますといった感じですので。まだ興味ある方はね、ぜひサティスファクトリーの方やってもらって、今後もどんどんこう、アップデートを重ねて、要素を増えていきますので、全然、継続的に楽しめるゲームだと思いますのでね。よかったらやってみてください。ちなみに、ここまで来るのに僕300時間ちょうどぐらいかかってますね。はい。結構楽しめました。お腹いっぱいです。といったところで。工場シーム結構でも好きだってことは分かりましたね。こういう、なんか効率を求めていく作業とかも結構好きではあるので、まあ、うまくね、施設が回った時の爽快感とかね、この工場ができた時の達成感とかは、なかなか他のゲームでは味わえない。要素かなと思いますので、気になった方はぜひ、サティスファクトリーやってみてください。はい。それでは、これで、サティスファクトリー実況完了します。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画シリーズでお会いしましょう。ではでは。